はい、こんにちは、ビッグボーイです。ファイナルファンタジー15オンライン拡張占有またやっていきます。動画外でガルラ狩りばっかりやってて電力貯めたりしてたんだけど、全然写真真正面撮ってくんないな。はい、気に入ったものがあれば保存しておいてあげる。で武器をね、改造しまくったんだけど、太刀をね、改造しまくったら別の名前の太刀になってね、で、武器レベルもあるんだけど、今これレベル45になってて、で、ダガーも今レベル20になってんだけど、どうやらもうこれが上限らしくて、これ以上強化はできないっぽい。まあ、だけど、合成するアイテムによって威力とかパラメーターはかなり変わってくるんで、まあ、だから、安物の武器でも今後レアな、アイテムを手に入れればどんどん強くできる。あ、だけどダガーとタチはもうとりあえずここまで。であとクロスボウを買ってみたり。また来な。で電力は溜まってるから、とりあえず拠点の先に電力伸ばすことできるけど、その前に私も負けていられませんね。これ増えてたんでこれやろう。まあ今レベル4ではないけど。で、オンラインをやると、プレイヤーが集まるまで時間がかかったり、で、バグで始まんなかったりすることがあったんで、基本的に AI でやっていこう。助かります。どうかお気をつけて。で、もしも AI で、無理があるモンスターとかになっちゃったら、オンラインで、他の人と協力して、倒してみよう。おい、来た。まあ、念のために。なんか拾っとこう。あれ、これガルラの時とキャンプの場所ちょっと違うのか。おい、来た。あ、 BGM も違う。さあ、ターチ強くなったからこれでやってやる。まあ、早速使ったけど、お、なんだ今、新鮮のなんて書いてあった今。なんか落ちてる。新鮮ななんかっていうのが今落ちた。これゲット。タランチュラ料理しちゃうのか。で、これクロスボウなんだけどね、まあ遠距離から撃てるんだけど、とっても弱い。あ、でも雲には有効なんだ。え、ちょっと一緒に射撃しようか。一発強力なやつも撃てるし。いや、戦おう。で、このダガーのね、いろんなね、モーションを試してたらね、あの映画にもあった遠距離からのね、あの投げもちゃんとできた。かっこいいな。あー、なんかでかいのいた今。アルケニと MP もうちょっと欲しいな。あ、固まった。タチリーチ長そうに見えてそんなに長くないっていうね。え、ここは OK。 食材が至る所に落ちてるけど、まあ星の多いものチョイスしよう。で、これはどこだ。実際のマップのどの辺にいるのか分かんない。で、 AI がもうどんどん攻撃しちゃうし。仲間シフトができるんだね。 OK。 おっ、おーっと、ボス。うわ、この BGM 聞いたらさ、なんかあれだ、本編遊んでた頃のあの驚異系ダンジョンクエスト思い出すわ。あの地獄。
ケダガーを投げたい。投げれない。アルケにボスだけどさっきも出てたよ。ユラが固まった。魔法、いや魔法が本当びっくりするぐらい弱いな。別の魔法を使いたい。で倒した。武器をね思いっきり強化したから推奨レベル4だけど余裕だ。無事で何よりです。AI の欠点はあんまりランクの高い食材を拾ってくれないことぐらいか。では食べましょう。もつ煮込み。しっかり食べて次に備えてくださいね。2460kWもゲット。ただレベルが上がりにくいな。さてじゃあ電力も十分溜まってるから拡張しよう。どうしようか。オールドレスターメルダシオ教会本部カーテス倉庫ガーディナ渡船場とあるけど、こっちは鉄塔拠点ではないな。よし光を灯そうか。供給 OK。 リベルトから伝令が届きました。はい。あ、歴代王の棺ってそれ持ってきていいのそれ。こっちだ。助けてくれ。おいめっちゃ追われてる。暗息王っていうかさ、棺持ってきてしまったのあなたたちじゃないの。ほっといてやれよ棺は。ちょっとゴブリン満載。あ、食材拾っとこう。はい。おお、あんたすげえもん持って帰ってきたな。お手柄だが、どっかきちっとした場所を作らねえと。ああ、ホテルに地下室がある。そこなら王様も静かに休めるだろう。そんであんたも今日はゆっくり休んでいきな。どうにも疲れたって顔してるぜ。持ってこない方が良かったと思うんだけど。我が魂を解き放ったか。己が使命に従う者よ。お前に王の加護を授ける。むしろこっちは起こしてしまった側なんだけど、そんなポンとくれちゃうの力。おう、装備メニューの王の加護が使えるようになりました。特殊な能力か。カンナギ、ジオウ覇王とか。ああ、オッケー。
あーで、そうだ、とりあえずこれを。あーでも、あーそういうこと、デメリットもあるな。力が下がってしまう。これダメだ。完全にサポート向きだ。王のカゴ、不王ってのはレギスかな。あ、オッケー。で、まだ電力余ってるから供給してあげたい。発電は任せて。伸びてるね。そう、ここがメルダシオ教会。ほうほう。で、こっちがオールドレスター。ああ、ショートカットできるんだこれ。6万キロワットあれば。なるほど、近い方からやってっか。送電成功と思ったら伸び上がった。オッケー。電力足りない。それじゃ。報酬もらえた、もしかして。ダメかい。じゃあこれはもうまだまだクエストやって電力貯めないといけないな。これからの活躍も期待しています。でもまだこれしかないんだよな。もう一回行くか。ちゃちゃっとやっちゃおう。そちらですね。ではお願いします。どうしようか。さて、もう一回討伐に行ってきてちゃちゃっと電力貯めたんだけど、どこかクエストが発生するところを選ばないと同じクエスト繰り返すだけになっちゃうから、うん、こっちの方を目指していきたいんだけど、ここなんか討伐クエスト報酬にあるから供給。さあ、夜を追い払うよ。これ行ってみよう。メテオよろしくね。私も負けていられませんね。アスピドケロンなんていたっけ本編に。いや、やってみよう。助かります。無理はなさらずに。よし、行ってみよう。あ、なんかこれ見たことあんな、ここの場所。どっかマップのどっかにね、なんか砂のくぼみができてるエリアあったんだよな。で、これ凍鉄だよね。凍鉄なんてすばしっこいだけだし、ダガーで。あ、これはやっぱり弱いな。あ、遠距離から撃てるっていう強みぐらいか。ダガーの攻撃というよりもなんか蹴りがめっちゃ出るんだけど、これデータ。あ、こんなのいないぞ本編に。すげえ。あ、なんか落ちてる。ビートペッパー。あ、でかっ。あれ3体もいるの。射撃。射撃まだこれ強化してないんだけど、強化したところでどんぐらい強くなるのか。いや、切ろう。あ、そんなに硬くない。推奨レベルが当てになんないな。あ、倒れちゃった。あ、でも体力多い。オッケー。
あ、ゲームを進めれば多分そのうち他のプレイヤーと協力しないと AI じゃ歯が立たないようなモンスターも出てくんのかね。V 破壊もやると武器の強化剤が手に入る。あ、張って当たれた。OK、あと1体。あのコブの部分は、コブの部分は切っても何もないのか。倒れろ倒れろ、よし。オッケー。食えそうなものは落としてくんないか。食べたくないな今のは。落としても、もっと。これは3、ランク3が落ちてる。無事で何よりです。お待たせしました。うまそう。料理は好きなので、機会があればまた作らせてください。レベル4に届かず、だけど電力とアイテム豊富だな。さて、電力溜まったから。いつもどうも。とりあえずオールドレスター目指すか。供給先でガーリナとかまだだいぶ遠いしな。だから、まあ、じゅんぐりだね。また光が増えるね。鉄塔つながった。ちょっとこの辺つなげたら。それじゃクエスト発生しちゃいそうなんで、じゃあ今回の写真この辺に。すごい話題になってるよ。見るの忘れてた。君の写真はここで確認できるよ。おお、こんなところ撮ってたの。これ大スクープだよ。おお、かっこいい。あ、ちょっとまともになってきたか。なんでだから真正面を全然撮ってくれない。このすだれの部分しか撮ってくれないぞ。これどうなってるんだ。はい、気に入ったものがあれば保存しておいてあげる。そういえばショップ見に行ってないけど、なんか新しい武器とか増えたりしてる。武器ならあるぜ。ドイツが欲しい。してないね。はい、また来いよ。よし、じゃあ今回この辺にして、やっぱたくさん電力が必要だってことが分かったから、もうすでにやったクエストはもう動画外でバンバン進めて、たくさん電力集めよう。じゃあ次回に続きます。はい、ご視聴ありがとうございました。